眼科医の平松です。今日は発達障害のこの、眼科の診療、目のことに関してお話ししようと思います。発達障害って言っても、一口に言っても、例えば自閉症スペクトラム ASD とか ADHD とか LD 学習障害だとかディスクレシアとか、まあいろいろありますけれども、それぞれ特徴がありますが、 ASD 傾向がありながら LDHD の傾向があったり、いろいろすることもあるので、まあ全体として、診察の時の特徴、もちろんこれは医療従事者も知ってほしいことですし、あまり知らない人も多いので、でかつ、まあ親御さんもちょっと知っていただけるといいかなって思います。なぜこれを言うかっていうとですね、眼科の検査っていうのがどうしても、発達障害がある子の場合はちょっと難しいところがあります。なぜかというとですね、光の感覚過敏とか、聴覚過敏、視覚過敏っていう子が結構いるんですね。となるとですね、何が起きるかっていうとですね、特に光に対する感覚過敏がある子の場合、眼科の診察が結構難しいんですよ。光を入れると嫌がっちゃって逃げたりとか、すること結構多いので苦労をします。なので結果として1回じゃ全然検査できなくて、何回か来てもらったりすることもある。それだけじゃなくて、まあ ASD の子に特に多いんですけれども、場所や人に慣れないとそもそもダメってこともあるんですね。だから検査するときに、同じ先生でやんないと嫌だとか、同じ検査のお兄さんお姉さんにやってもらわないと検査がうまくいかないとか、まあそういうこともあるわけなので、1回でうまくいかないこと結構あります。で、なぜそれを言っておくかっていうと、親御さんがやっぱりとっても心配だと思うんですよ。お子さんに病気がないかどうか。で、バッチリ早く診察して診断してもらいたいって思うと、無理やり押さえつけたりいろいろすればできなくはないですけれども、それをするとですね、フラッシュバックって言ってですね、特にまあ ASD 傾向の子に多いですけれども、まあいわゆるこう、恐怖体験となって眼科の治療が嫌になっちゃう子が結構いますんで、だからあんまりやりたくないんですよね。だから一発で全ての診断診療をしてくださいっていう風にしてしまうと、逆にお子さんに負担をかけてしまうってことは、理解をしていただけるといいかなっていう風に思います。で、それだけじゃなくて、会話をしたりする時も、どうなの、見えるの見えないのってお兄さんお姉さんが言ったりしても、オウム返しにしたりして、あ、見えるの見えないのって返したりとかっていう子もいますし、あとはですね、ADHD 傾向が多い子に特に特徴的なんですけど、視力のところとかに何か物が置いてあったりとか、隣で誰かが視力検査したりとか、周りが結構気になっちゃう子っているんですよね。だから場合によっては比較的時間が空いてる時間にわざわざ来てもらって、もう一回来てもらって検査をしたりとか、それでも誰かがいたりしてうまくいかなかったり、要はその子だけのためにクリニック開けるとか、そういうのってなかなか難しいものなので、検査に苦労したりとかっていうこともあると思います。なので一発で完璧な診断を求めるっていうよりは、ちょっとずつ検査をしながら最終的にいいというかな、きっちりと検査ができていければなと思うんですね。で、視力検査をするときの注意点としてもあることとしては、やっぱりできないと、もうできない、嫌になっちゃうっていう子も結構多いんです。となるので、結局、なんていうかな、こうしなきゃダメだよとか、ちゃんと答えなきゃダメだよっていうふうにあんまりプレッシャーかけちゃいけないですし、お父さんお母さんも忙しい中来てるの分かるけれども、いいから答えなさいとかってやると、もう次から嫌になっちゃいます。で、検査をする側で言うと、無理やり見ちゃダメだし、光に過敏だってことは分かった方がいいです。あとは感覚過敏で抑えられるの嫌な子も結構いるんですよね。だから例えばレフとか測るときとかも、頭を押さえるときとかも、あんまり触りすぎないように気をつけてあげたりする必要もありますよね。で、あとプライドとかそういう問題もあるので、難しいところからガンガン行くんじゃなくて、簡単なところで答えてっていいところに行くみたいな、そういうふうにして視力検査をしていく方が、まあ、検査出やすいっていうところもありますんで、まあ、まずは1回で検査はうまくいかないと。で、何回かやりながら慣れてって検査ができるって、もちろんね、緊急の病気とか怪我とか、まあそれは多少無理やりでも検査しなきゃいけないけれども、弱視とか視力の出とか斜視とか、そういう場合は焦らずゆっくり検査をしていくんだっていうふうに思っていただければと思います。ただ一方で、発達障害の子の場合、結構その視力って重要な要素になってくることがあって、とりわけ遠視傾向がある子の場合ですね。遠視傾向がある子の場合って、まあちっちゃい頃から発達障害って言われてる子の場合は、発達障害だけとかの子が多いんですけども、例えば小学校に上がった何かのタイミングで発達障害と言われたり、ADHD だと言われた子の中で、私の患者さんでもいたんですけれども、実際は ADHD は発達障害じゃなくて、遠視が強くて、
手元が見えないから集中力が出ないと。だから授業はやってるとき集中できなくて遊んでやるとか、どっか友達のところに行っちゃうとか、そういう子がいたんですね。で、そういう子の場合はきっちり視力を測ってあげて、で、そういう子の視力って遠くはいいんですよ。遠くはいいんですけど手元が見づらいっていう、そういう特徴があります。で、手元の視力が下がっている場合、遠視用のメガネをかけてあげて、補正してあげるだけで集中して授業を聞けるようになった。だからそれまで学校の先生は他の学級に移ってって言ってたけれども、メガネをするようになって普通にできるようになったって子もいるわけなので、まあ、ちょっとそういう視覚的な情報っていうのも特に発達障害の子の場合は非常に重要になってくるので、検査も大切ですし、はたまた検査は逆に言うと苦労してしまって、なかなか出づらいということもあります。一方で医療従事者に絶対知ってもらいたいのは、それだけ発達障害の子の親御さんというのはかなり苦労してます。で、すごく心配もしているし、一方で、すぐ結果で出してほしいという気持ちもあるのはわかる。で、なので、そこら辺を汲み取りながら、で、あんまり無理しないで、何よりもその子の最終的な結果が良くなるよね。そして病院が嫌になるような診察や検査はしないでほしいんですね。それをしてしまうと、もしあなたのクリニックがダメでセカンドオピニオンとかどっかで私のとこ来ましたって場合、次も検査がすごい難しくなってしまって、もうその子にとって相当ダメージ、悪いことは起きてしまうので、よしんばあんまり発達障害のこの検査うまくできないなってなったら、専門の施設に早く紹介するであるとか、まあある程度上位機関に紹介して、診断を仰いで、あんまり無理して自分の施設で抱えない方がいいと思いますし、無理して、お子さんに嫌な思いをさせない。そして親御さんにも嫌な思いをさせない。例えば、ちゃんと聞かなきゃダメだよとか言うとか、脅すとか、毎回無理やり抑えるとか、まあそういうのはやめた方がいい。もちろん感染症とか、緊急とかは別です。緊急とか、早くに治さなきゃいけない病気は別ですけれども、そうじゃない場合、本当に親御さん、お子さんのことを考えてやってほしいなと思います。今日は発達障害の子の目についてお話ししました。